皆さんこんにちは。スマホ教室をご視聴いただきありがとうございます。この番組では生放送で皆様からのご質問にソフトバンクのスマホアドバイザーがお答えしてまいります。今日はですね、テーマがあります。今日のテーマは LINE です。 LINE すでに使っている方も多いですよね。こんなことしたいけど操作がわからないといったご質問がありましたら、画面に表示されている番号、こちらかな、こちらまでお電話にてご質問ください。オペレーターに知りたい内容をお伝えいただければできる限り番組内で質問と回答を紹介してまいります。この番組は今から12時までの1時間、1時間だけですので、どしどしご質問お待ちしております。また質問をされなくても、番組をご視聴いただいた方全員にご自身のスマホから確認できる LINE の使い方テキストをご用意しています。番組の最後にご案内しますので、楽しみにご視聴をお願いします。 LINE 結構皆さん気になりますよね。もう早速お電話がかかってきてるようなんですけども、オペレーターがその電話を受けて確認している間に、まずはよくある質問から紹介していきたいと思います。それでは本日お答えいただくスマホアドバイザーの方にご紹介したいと思います。ご登場いただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。いや、番組をご覧になっているお客様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、私、普段はソフトバンク新宿店に勤務しております、スマホアドバイザーの河合と申します。よろしくお願いします。お願いします。そうですよね、やはり LINE っていうのは使いたいっていうお客様大勢いらっしゃいますよね。結構普段質問も多いですか？そうなんです。なんで私どもは普段店舗に勤務しているんですが、店舗にいらっしゃるお客様の中でやっぱり一番多いのは LINE を使いたいっていう方なんですね。はい。でまた LINE を使えるようになると、やはりお友達やご家族なんかとご連絡ができるようになって、まあ、とても楽しくなりますんで、まあ、スマホをせっかくしたからには LINE が一番使いたいなって方が大勢いらっしゃいます。はい、はい、ぜひ今日もっと詳しくなりたいですね。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ではそんな中ですね、一番多いのがやはり友達の追加の機能ですね。はい、はい、やはり、まあ、せっかく LINE を使えるようになっても友達を登録しないとやはりもう連絡が使うことができませんので、まあ、それができないと大変ですね。はい、でこちらですね、ちょっと難しいとは思うんですが、でご安心ください。今これからですね、ゆっくりと簡単にお話をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、操作画面に切り替えていただいてよろしいですか？こちらですね。はい、では画面をご覧になっている皆様に質問なんですが、まず LINE の私と同じ画面になっているのでしょうか。この一番上の画面に友達というふうに表記されている画面になっていれば同じ画面になっていると思います。はい、でここでまだ各マークがわからないという方もいらっしゃいますと思いますので、簡単にご説明だけいたしますね。この上にあるマークなんですが、この人のマーク、これが友達のマーク、この吹き出しみたいなマークがトークといって文章を送るマーク、そしてこちらの時計のマークがタイムラインというマーク、今日はこちらはお話はしません。であと2つマークがあるんですが、主に使うのはこの左の2つだけです。でまたご利用の機種によってはこのマークが下の方にある方もいらっしゃると思います。はい、それでもきちんと合ってますので、そこは慌てずにそのままご対応ください。ではですね、まず友達の追加の仕方なんですが、はい、ここの右上の方に人のマークに足すボタンがあると思います。はい、見つかりましたかね。はい、ちょっと文字マークが小さいので見づらいと思うんですが、ありましたでしょうか。はい、ではですね、この人のマークに十字ボタン、こちらがですね友達の追加のボタンなんですね。ではこれを人差し指でちょんと軽く触ります。はい、では皆さん画面が変わりましたでしょうか。はい、きちんと変わっていれば上にですね友達追加という表示が出ていると思います。
で、ここでですね、また新しいマークが4つ出てきました。はい、これまたどれを使えばいいんだろうというふうに迷ってしまうと思うんですが、今回は1つだけご紹介させていただきます。ではですね、左から3つのこのフルフルというボタンですね。こちらをまた人差し指で軽くちょんと叩きます、はい、そうすると皆さん画面の上にフルフルと表示されて全体的に緑の画面に変わりましたでしょうか、はい、そうですね、そうするとこの表示、はい、隣にいる友達と一緒に端末を振ってくださいっていうふうに出てますよね、はい、もう気づかれた方も多いと思うんですが、そうなんです、はい、こちら登録するときお友達の方も同じ画面になってないといけないんですね。そこでですね、ではお友達の方も同じ画面にさせていただきましょう。じゃあそのお話をする際、はい、こちらです、はい、でこちら私先ほど別の機種の場合表示が違う場合もありますよっていうお話をしました、はい、でこちらがその先ほど言った、マークが下にある場合の機種なんですね。でこちらを使ってお友達のフルフルの登録の押し方までお話をします。ではこちらの機種だと下にマークがありますよね。では同じようにこの友達というマークになっていて画面の上が友達というふうに表示が出ていると思います。では同じようにここに人型に足すマーク、はい、こちらをまた押していただくと、はい、今度の画面は一緒なんですね。でこちらもお友達も同じように左から3番目フルフルというのを指でタッチします、はい、そうすると先ほどと同じ画面が出てきましたね、はい、ではそこでお互いに2人がきちんと同じ画面になっているかというのを確認してください。ではなってますかね、はい、ではここでですね、はい、これを画面を振るかもしくはタッチしてくださいというふうになってますので、今私がこれからやるようにお電話2台をこう軽く振ってください。こちらですね、はい、これをフルフルとこう振ります、はい、そうすると、はい、なんと検索していますというふうに反応しましたね、はい、うん、このフルフルでフルフルですね。あ、そうなんです、もうその文字通りこう振ればいいんですね、わ、はい、かりやすい、はい、わかりやすいです、はいはい、でそうするとなんと、はい、こちらですね、こちらのお電話はキウイさんという方が使ってます。でこちらのお電話は水野さんという方が使ってるんですね。ちゃんとお互いの名前が出てきたので、ではそのお互いの名前をまた指でポンとこういうふうに叩きます。叩けましたでしょうか。そうするとそれぞれこの緑のチェックのマークがついていると思います。これがもう登録の準備ができましたよというマークです。そうしましたら2人とも一番下に追加という緑のマークがあると思うので、それをお互いにちょんと押しましょう。でそうすると、はい、すぐにこのように友達完了というふうに画面になったと思います、はい、皆さんこの画面になっているでしょうか。ではですね、じゃあこちらの2人キウイさんと水野さんちゃんと登録されているかどうか確認したいと思います。ではその時はですね、はい、まずこちらの機種使っている場合は右上の×ボタンを押します。でこちらの機種の場合はこの戻るというで、また戻るというボタンですね。はい。で、押すと、はい。ここに新しいお友達語で、このキウイさんと水野さんが、はい。このように表示が出てきてます。で、ですね。で、以上のように簡単に、このフルフルという機能を使えば、うん、はい。もうお友達というのが簡単に追加することができてしまうんですね。うん、簡単ですね。はい。もう非常に簡単です。はい。なるほど。早速今日から。フルフルやってみましょう。はい、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます、はい、なるほど、簡単ですね。そうなんですよ、そうなんです。 ですので、まあ、最初使う場合非常に LINE というのは難しいのかなという方も大勢いらっしゃるんですが、ですがこのように一度覚えてしまえばとても簡単なので、ぜひ恐れずにいろいろと触ってみてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はですね、このような感じで皆様からの質問にどんどんお答えしてまいります。では早速次のまた方お願いしましょう。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。今日はですね、アドバイザーの方、詳しい方が3名いらっしゃってくれてるので順番にお呼びしていきたいと思います。この1つ目、よくある質問
教えていただいた間にたくさん結構お電話来てるみたいですね。では続いての質問に参ります。渋谷店からみかんさんですね、いただいております。旅行の写真をお友達に送りたいということですね。ではよろしくお願いします。失礼いたします。はい、それでは皆さんこんにちは。こんにちは、ソフトバンク三郷インター店に在籍しております佐藤と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速写真の送り方ですね、はい、やっぱ旅行とか楽しいところに行って思い出の写真を撮ったりすると周りのお友達とか家族皆さんに送ってあげたいですよね。はい、実は、メールで写真が送れるように LINE でも簡単に写真を送ることができます。はい、しかも LINE で送る方がメールよりも簡単っていう方の方が多いんです。なるほど、はい、なので早速じゃあこれからやっていきましょう。はい、お願いします。はい、それでは先ほどと同じ友達の画面から始めていきます。はい、まず、写真を送りたいお友達の選択からしていきます。送りたいお友達を探していただいて、はい、じゃあ私は原田さんに写真を送りたいと思います。原田さん、原田って書かれている文字の上をちょんとタッチします。はい、そうするとこのような画面になります。その次にトークというマークがあります。こちらをちょんとタッチします。はい、そうするとこのように会話しているトークの画面が出てきます。こちらで写真を送ることができます。下の白い枠のところを見ていただくと分かるかと思うんですけれども、この写真のマーク、こちらが写真のマークになります。こちらを上からちょんとタッチしていただきます。はい、そうするとここで自分が撮った写真が下の方にずらーって出てくるかと思います。この時に、画面上に許可する許可しないという選択が出てきている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、もし出てきている場合は許可の方を押してください。許可ですね。はい、そうするとこのように自分が撮った写真が何枚か出てきます。ではこの東京タワーの写真を原田さんに送ってみたいと思います。送る時なんですけれども、この東京タワーの写真の右上丸がありますね。こちらの丸を上からちょんってタッチしていただきます。そうすると1って書かれたのが分かるかと思います。その上に送信、1の隣に送信って書いてあります。1枚送信しますよという意味になります。こちらの送信を上からちょんとタッチしていただきます。はい、これだけで写真を送ることができます。はい、で、ちなみになんですけれども、先ほどと同じようにこちらの写真のマークをちょんとタッチしていただいて、写真を表示した後に複数枚写真を送ることもできます。先ほどは1枚写真を送ったんですけれども、じゃあ次は3枚同時に送ってみたいと思います。じゃあこの上の3枚ですね、同時に送ってみたいと思います。このお花の写真の右上、送信したい写真の右上の丸、こちらをちょんと選択します。で次はその隣の木の写真、右上の丸をちょんとタッチします。その隣、橋の写真、右上の丸をちょんとタッチします。これで3枚選択がされました。で3枚選択しているので、送信の左隣3って書かれてます。3枚選択してますよ、3枚送信しますよという意味になります。送信したければ送信をちゃんとタッチします。そうすると自動でこのように3枚同時に写真を送ることができます。はい、それでは、また違う機種で復習を兼ねて、練習していきたいと思います。初めからやっていきたいと思います。はい、そうしましたらこちらの機種ではマンゴーさんにメールを送信していきたいと思います。まず送りたいお友達の選択です。マンゴーさんをタッチします。はい、でまずトーク画面を出したいので、トークと書かれたところ上からちょんってタッチします。はい、
そうすると先ほど原田さんからメールが送られてきているのが映し出されていると思うんですけれども、こちらからも写真を送ります、はい、下の白い枠の写真のマーク、こちらのマークですね、こちらを上からちょんってタッチしていただきます。はい、では動物園に行ったので動物の写真を送ってあげたいと思います。ここにライオンの写真が2枚あります。こちらを2枚送信していきたいと思います。送信したい写真の右上の丸、こちら上からちょんとタッチしていただいて、その隣の写真も送りたいので写真の右上の丸、こちらをちょんとタッチします。で2枚選択されて、こちらにも2って出てますね。こちらの隣の送信をタッチします。はい、そうすると2枚同時に写真を送ることができましたね。このように写真は簡単に送ることができるので、皆さんもぜひいろいろ活用してみてください。うん、選んで送るだけですね。はい、はい、そうです。簡単なのでいっぱい送っちゃいそうですね。はい、結構もうメールよりも簡単に送れてしまうので、はい、はい、結構たくさんお孫さんの写真とか送る方も多いですね、はい、ぜひ写真送ってみてください。はい、お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もうこれで友達も追加できて写真も送れますね。では早速次の質問に参りましょう。銀座店のちびまる子さんからいただいています。では続きましてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。プロフィールを好きな写真に設定したいということですね。はい、では今日3人目のアドバイザーの方です。はい、ソフトバンク浅香台駅前店に在籍しております小谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、LINE のプロフィール画像を設定したいということなんですけれども、まあ、綺麗なお写真が撮れた時とか、なんかいい感じのお花が咲いたお写真とかを撮ってきて、これを設定したいんだよねって言われる方結構多いんですよね。今日はその設定の仕方を実際にご案内したいと思います。はい、お願いします。画面を切り替えていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。はい、LINE を開いていただいて、お友達一覧ですね、左上の人型のマークのところをタッチして、自分のお名前をタッチします。はい、左下にプロフィールという歯車のマークが出てきたと思いますので、そちらをタッチします。画面上の方に丸い形で人型のマークが出てる右下小さいカメラのマークがあります。失礼しました、ここですね。こちらをちゃんとタッチします。写真動画を選択というところを選んでいただいて、ご自分の携帯の中に入っているお写真の中で好きなお写真を選んでいただきます。今回はこちらの綺麗なお花の写真をプロフィール画像に設定したいと思います。 LINE のプロフィール画像は丸く表示されますので、ここでどこの部分が一番綺麗に写るかなと選んでいただくことができます。これでいいかなと思ったら右下の次へで完了とタッチしていただくと、これでプロフィール画像の設定が完了します。では今はシンプルスマホという機種でやったんですけれども、2回目は iPhone という機種を使ってご説明していきたいと思います。機種によってだいぶ違ったりするものですかね。大きくは違わないんですけれども、うん、一つだけ違うのがメニューの位置ですね。さっきは上に5つ友達のマークが出てたと思うんですけれども、 iPhone の場合は下に5つマークが表示されています。で、一番上のご自分のお名前のところをタッチしていただくところからは一緒です。お名前をタッチしていただいて、左下プロフィール、人型のマークの右下カメラのマークをちゃんとタッチしていただいて、写真動画を選択。はい、これでまた好きなお写真を選んでいただいて、丸に合わせて
で今度は右上の次、右上の完了、はい、これで設定が完了します。こんな感じで簡単に設定変更できますので、いいお写真が撮れたらどんどん次の写真で変えたりとかもしていただけます。はい、結構ねプロフィール写真頻繁に変えてる方もいますよね。そうですね、なんかペットの写真にされたりとか、お孫様の写真にされたりとか結構変えてらっしゃる方いますね。ちなみに小谷さんはどんなプロフィール写真なんですか？はい、私は、はい、あの前の仕事をしていた時に、はい、イルカと仕事をしていたんですけれども。そうなんですか。その時の写真を、はい、設定させていただいてます。すごいですね、見てみたいですね。ありがとうイルカとツーショット、そうですね、ハグしてる写真を、はい、ベストショットですね。ありがとうございます。素晴らしいです。武田さんはどんな写真？私はあの趣味でゴルフをするんですけど、ゴルフをしてる写真を。いいですね、楽しそう、はい、ぜひお好きな写真を設定してみてください。ではありがとうございました。ありがとうございました。 LINE いろいろできて楽しいですね。皆様ご質問思いついた方はぜひこちらの番号までどしどしお電話ください。できる限りこの1時間でたくさんの質問に答えていきたいと思います。続きまして、仙台クリスロード店からのご質問、やまびこさんからいただいてますね。またお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願いします。やまびこさんからはですね、はい、シンプルスマホをご利用とのことなんですけど。そうなんですね、はい、いろいろなスタンプを使いたいです、ダウンロードの仕方を教えてくださいっていうことですね。なるほど、そうです、うん、スタンプですね、はい、LINE といえばねスタンプですよね。そうですね、やっぱりあの文章を送って便利なんですけど、うん、はい、まあ、そういうスタンプとかもたくさん送れるようになるととっても楽しいと思いますので、じゃあ早速そちらを紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。では操作画面に切り替えていただいてよろしいですか。ではまず早速ですね、はい、では先ほど私がやった友達の登録と同じように、一番最初にまずこの友達という画面になっているかを確認してください。さっきからこの登録名が気になりますね。はい、あ、そうですね、はい、お花の名前になってますね、はいはい、そうなんです。でその中で一人だけ目立つのがあると思います、はいはい、この水野さん、はい、さっきあの登録させてもらったんですが、じゃあこの水野さんに早速スタンプを送ってみようと思います。はい、お願いします。でただですね、今私たちそのスタンプスタンプというふうに申し上げてるんですけど、うん、はい、スタンプって何だろうっていう方もご覧になっている方はいると思うので、スタンプって何なんだろうっていうこともお話ししながら、はい、はい、入れ方を、ね、はい、していきたいと思います、はい、では、はい、ではその水野さんを押しますと水野さんの画面になってると思います。でここの中でこの3つあるマークの中のこのトークというのをまた軽くちょんと触ります。でそうすると、はい、さっきですねあの佐藤さんや小谷さんがご紹介してくれたような、うん、はい、同じ画面が出てきました、はい、でここで、はい、ここの下の画面の方にチカチカ点滅しているカーソルがあると思うんですけど、ここにポンと押すと、はい、こうやって文字盤が出てきて、こちらの写真なんかを押すとさっき小谷さんや佐藤さんがやったようなお写真が出てきますよね、うん、はい、はい、で実はスタンプを送る場合この同じところにマークがあるんです。うん、そうなんです、はい、実はですねこのチカチカ点滅しているマークの横の部分、はい、ここにニコニコ笑ってる、はい、そうですね、まあ顔のマークがあると思います。ありますね、はい、あ、わかりますか、はい、はい、こちらですね、これです。はい、で普段なかなか気づかないと思うんですけど、実はこちらがスタンプのマークなんです。スタンプのマーク、はい、ではこちらを軽くポンとします。おお、はい、そうするといろんな絵文字が出てきましたね。かわいい、はい、そうですね、はい、もうすごく楽しいと思います。はい、でこの中で、はい、この時計のマークというのは今まで使ったもののマークになってます。でこれから送る場合、はい、ここになんか不思議な男の子の顔がありますよね。はい、はい、実はこれが、はい、この端末のお電話の中に入っているスタンプのマークなんです。はい、でたくさんいっぱいありますよね。はい、でこの中で例えば送りたい絵がある場合、じゃあ例えば一つ目ちょっと送ってみます。はい、例えばこのマーク、はい、で一度大きくなったら今度は先ほどの写真と同じようにこの青い紙飛行機、はい、ここをポンと押すと
こんな風に水野さんにスタンプを送ることができました。文字打つよりこっちの方が楽ですね。そうですね、はい、はい。文字をこうやって一生懸命打つよりも非常に簡単だと思います。ではですね、じゃあお互いにじゃあその水野さんの方を見てみたいと思います、はい、もう一つの機種です、はい、こちら先ほどと同じようにまたこちら違う機種なんですけども、はい、じゃあこちら水野さんのお電話にはキウイさんのお名前出てます。はい、はい、キウイさん出てますね、はい、じゃあそのキウイさんまた指でポンと叩くと、はい、また同じ画面が出てきて、じゃあまたトークというのをします。はい、同じ画面で、あ、届いてますね、はい、はい、簡単押すだけ、はい、もう簡単押すだけなんですなんでそうなんです、はい、ではですね、同じようにキウイさんの方もこの笑ってるマークですね、はい、そこをまたポンと押します、はい、そうするとこんな風にいろんなのが出てきましたね。キウイさんの方多いじゃないですか。あ、はい、たくさんありますね。そうなんです、はい、でしたらこの中でじゃあこのウサギのマークを押します。でこんな感じでこのウサギのでいいですかと聞いてきますんで、この紙飛行機を押します。そうすると、はい、お二人の携帯にこのウサギのマークが送られました。送られるのも早いんですね。あ、もう一瞬ですね。あっという間に届いちゃいます、うん、はい、でそこでなんですが、はい、で先ほど武田さんがおっしゃった通り、はい、こちらの携帯の方には、はい、1種類しかないですよね、うん、はい、でこちらの携帯の方にはたくさんあります、はい、でこちらが先ほどご質問のあった、はい、スタンプを追加するにはどうすればいいですかというお話になってきます、はい、でその場合ですね、今日ご紹介するのはここの歯車のマークなんです。歯車ですね、はい、はい、ここですね。ではこの歯車のマーク、こちらポンと押しますと実は、はい、こんな画面が出てきます。おお、はい、これは先ほどのキウイさんになったようないろんなマークが出てますよね、はい、でその横にこの矢印があります。実はこの矢印がこの携帯にこのスタンプを登録するよっていうマークなんです。なるほど、はい、では試しに一つやってみますね、はい、じゃあまず一番上のこの動くブラウンっていうのの横の矢印をこう押してみます。そうすると、はい、ダウンロード中という表示が出ました。はい、でダウンロード完了となりましたね。でそしたらここでまた戻るということで、さっきの画面に戻ると、はい、下のマークに、はい、さっきの笑ってる男の子の横にクマのマークが増えてます。入りましたね。入りました、はい、でこのクマのマークを押すと、はい、さっき1種類しかなかったのに、はい、キウイさんからもらったウサギのマークとか、はい、他のクマのマークとかがこうやって増えてるんですね。こんな風にしてスタンプというのは最初から入ってなくても後から自分の好きなものを追加することができるんです。だいぶ一つ追加しただけでもスタンプ増えましたね。そうですね、はい、これだけ増えるといろいろといろんなのが選べて楽しいですよね、うんうんうん、なるほど。でそこでなんですが、はい、で私がよく皆様から聞く質問、聞かれる質問というのが、これスタンプたくさんあるじゃないですか、はい、はい、で結構このスタンプでどれを送ればいいんだろうって迷っちゃいません？もう私何のスタンプ持ってたっけなとか思ったりします、はい、あ、そうですよね、はいはい、でその際なんですけど、うん、例えばこのスタンプの中で、はい、この例えば先ほどのこの男の子の場合、はい、この喜んでる表情とか、はい、びっくりしてる顔とか、あとこういうふうに落ち込んでる顔とかありますよね、はいはい、でなので自分が嬉しい時、はい、嬉しい時にはこういう喜んでるマークを送ってあげて、うん、嬉しいよっていうのをお友達に教えてあげたり、うん、びっくりした時、はい、びっくりした時はこのびっくりした顔のマークっていうのを送ってあげると、はい、びっくりしたっていうふうに文章で送らなくても、はい、びっくりしたっていうのがわかります、はい、なるほど、はい、そんな風にスタンプっていうのは使っていくと、はいはい、文字で送れるよりもとっても楽しくなってくると思います。あ、私父にも LINE の使い方を最初に教えてあげた時に、はい、多分嬉しかったのかスタンプがすごいこう連打されてきて、はい、そうなんですね。そういうこともね、はい、きっとお子さんもお孫さんも嬉しいと思いますね。そうですね、はい、ぜひスタンプ使ってみてください、はい、ぜひぜひ使ってみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ライン機能がたくさんあって楽しいですね。そうですね、はい、もう覚えていくとどんどん楽しくなっていくと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。
さん、ここまで速さは大丈夫ですか？ぜひぜひこちらの番号までお電話にてご質問ください。続きましてもたくさんご質問いただいてますね。表参道店のサンタクロースさんからです。では続きましてお願いいたします。はい、失礼いたします。はい、ではサンタクロースさんから、はい、Android をお使いとのことなんですが、はい、間違えて送ってしまったメッセージを取り消したいっていうことですね。あ、なるほど。ありますよね。ありますね。私もあります、はい、メールだと一旦送ってしまったメールって取り消しはできないと思うんですけれども、はい、LINE は取り消しができるんです。送ってしまった後でもメールはできないけど、はい、LINE ならできますと。 LINE なら取り消せます。いや、取り消したいのありますね。はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします、はい、そしたらではまずこちらですね、トーク画面からやっていきます。はい、画面をお願いします。はい、あ、ちょっと近くかな。はい、ではこのこんにちはですね、間違えて送ってしまったなって思いましたら、この間違えて入力してしまった文字の上、こちらを長押ししていただきます。長押し、はい、3秒ぐらいですかね、はい、3秒ぐらい長押しするとこのような画面になります。はい、でこの上から3番目、送信取り消しというものがございます。はい、こちらを上からちょんとタッチしていただきます。で下に送信取り消しと出てきますので、こちらをちょんとタッチしていただくとメッセージの送信を取り消しましたとのことで送信を取り消すことができます。おー、なるほど。はい、これで簡単に送信取り消しができます。なんかね、打ち間違っちゃったとかありますもんね。はい、そしたらもう一度復習でやっていきましょう。はい、お願いします。はい、しましたらこのこんにちは、また消したいなって思いました、そしたら上からこのこんにちはを3秒ほど長押し。そうすると iPhone の場合はちょっと先ほどと表示のされ方が違うんですけれども、はい、項目は一緒です。送信取り消しという項目がございますので、こちらを上からちょんとタッチしていただきます。で送信取り消しという項目ございますので、ちょんとタッチしていただくと取り消しができます。なるほど、はい、意外と簡単にできてしまうので焦らずこちらをやっていただければかと思います。はい、ありがとうございます、はい、なるほど、いろいろ覚えてきましたね。はい、うんうん、LINE で何か失敗しちゃったこととかってあります？ああ、間違えちゃって送っちゃったっていうのでも私もあります。ありますよね。ありますよね。多分誰でもあると思います。メールでもあるし LINE でもあると思うんですけど、はい、母に送ろうと思ったのを友達に送っちゃったとか。あ、そうですね。はい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 、焦りますよね。焦りますね、はい。覚えましたか皆さん、はい、長押しして削除できます。ぜひ、メールよりも簡単ですね。はい、簡単です。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いろいろね、覚えるうちに LINE いっぱい使いたいなってなってきますね。続きまして銀座店からスマホは難しいさんからご質問いただいております。LINE で電話したいってことですね。では続きまして、違うかな、あ、その前にお先に大阪の方からいただいてました、ごめんなさい。グランフロント大阪店からスマホ初心者さんからですね、すいません、 LINE に知らない人が表示されて困ってますっていうご質問先にお答えいただきたいと思います。ごめんなさい、よろしくお願いします。お願いします。失礼します。失礼いたしました。スマホ初心者さんからお先にご質問いただいております。 LINE に知らない人が表示されるってことありますね。ありますね、はい、せっかくこう LINE を始めてみたんだけど、うん、なんか知らない人が表示されちゃったりとか、うん、家族とだけつながろうと思ってたのになんかいっぱい出てきちゃったっていう方、うん、結構慌ててお店にいらっしゃる方多いんですよね、はい、そういった時の解決方法と、なんでそうなっちゃうかっていうのをご説明していきたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、まず、友達一覧の画面右上の歯車のマークをタッチします。で、画面下に
スライドしていただきますと、友達という項目が出てきます。こちらをタッチすると、友達自動追加という項目が出てきます。これは、皆様のお使いいただいている携帯の中に入っている電話帳の中に入っている方たちの中で LINE をやっている方と自動でお友達追加しますよっていった機能なんですね。ただこれは、一番最初に LINE を始めるときに初期設定の段階でもうこれは自動でオンになってしまっているんです。なのでもしもう決まった人とだけやりたいっていう方は初期設定の段階でオフにしておけば大丈夫なんですけど、最初よく分かんないんでオンにしたまま進んじゃう方結構多いんですね。そういう方はここで友達自動追加というところをタッチしていただくとオンオフの設定が変更できますので、色がついていなければオフの状態ですので、この設定にしていただいて使っていただければと思います。で、友達自動追加をオンにした状態で入ってきてしまった人たち、もう今すでにお友達一覧に入ってきちゃってる名前っていうのはこれをオフにしただけでは消えないので、それはまた別で消す方法っていうのがあるんですね。左下の戻るを2回タッチしていただいて、友達一覧の中で入ってきてしまった人の中で消したい人、この人とは LINE のやり取りしたくないなっていう人のお名前を、3秒ほど長押しします。例えばじゃあこの梅さんという方とあんまやり取りしたくないんだよね LINE ではっていうことであれば、この方を3秒ほどタッチします。長押しですね。そうするとトーク無料通話ブロック非表示という画面が出てきます。これ下から2つ目のブロックというのをタッチしていただきます。で、梅さんをブロックしますか確認。これでもし知らない人とか LINE にやり取りしたくなかったんだよねっていう人たちが入ってきてしまっても、ここから消すことができるので安心して使っていただければと思います。では今説明したのがシンプルスマホでのやり方ですので、 iPhone でのやり方をもう一度ご案内します。iPhone での友達自動追加の確認ですね、今どういう設定になっているかっていうのを確認する方法は、まず左上の歯車設定のマークをタッチします。画面少し下にめくっていただくと友達という項目が出てくるので、こちらをタッチします。一番上友達自動追加という項目が、白くなっていればオフです。オンになっているときは緑になっているので、ここで設定を変更していただけます。でもし入ってきちゃった人を消したいときは、先ほどの友達一覧の画面に戻っていただいて、消したい人のお名前を3秒ほど長押し、ごめんなさい iPhone はちょっと違ったんですすみません。お名前を右から左にスーッとなぞっていただくと赤くブロックと出てきます。ここをタッチしていただくと、確認と出てくるので、こちらをタッチ、はい、これでお名前が消えるので iPhone でも簡単にお名前を消すことができます。なるほど、だいぶたくさんのことが今日できるようになりましたねそうですね。でも逆にあれですよね、もう元から連絡先に入ってる人をそのまま入れたいって時はそのままの設定でいいってことですもんね。初期設定でオフにしてしまうと、うん、はい、お友達一人もいない状態からスタートしてしまうので、うん、一人一人追加していくのもやっぱちょっと大変なんですよね、うん、はい、なのでそういう方はもちろん自動追加オンにした状態で始めていただいても全然大丈夫ですので、はい、なるほど。では皆さんオンオフをぜひ使い分けて使ってみてください。はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では続きましての質問で最後とさせていただきます。すみません、先ほどちょっと読んじゃいましたが、銀座店のスマホは難しいさんからご質問をいただいております。 LINE で電話をしたいですということですね。ではまたお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。
そうですね、 LINE っていうのは実はその電話もできちゃうんですよね。はい、メールもできるし、はい、電話もできるとのことですね。そうなんです、はい、で今までいろんなものを送ってきたんですが、はい、で LINE で電話をするっていうのも実はですね、普通の電話をするよりもすごく簡単なんです。普通の電話より簡単、はい、とっても簡単なんで、はい、今ちょっとやってみせますのでぜひご覧になってください。はい、お願いします、ね、じゃあまた操作の画面に切り替えていただいてよろしいですか。はい、はい、ではまたですね、じゃあ先ほどと同じ画面からお話をさせていただきます。ではまたこの上に友達と書いてある画面になってますでしょうかですね、はい、で、これまでのお話で気づいたと思うんですが、やはり LINE というのはこの友達っていうふうに書いてある画面からいろいろ操作するっていうのが基本になってます。ではここでまた、じゃあさっきと同じように水野さんですね、水野さんにちょっとご電話をしてみましょうか。じゃあ押します。でここで、はい、実はですね、はい、先ほどこのトークというのを押したんですが、はい、お隣に無料通話、ビデオ通話っていうのがありますよね、はい、で実はですね、先ほど飛ばしてしまったんですが、今回この真ん中の無料通話というのがあるんです、はい、で実はこれを押すだけでなんと水野さん宛てに LINE から電話がかけちゃうんですね。あ、そうなんです。じゃあちょっと押してみますね。じゃあ無料通話をポンと押します。すると、はい、音が鳴ってますね、はい、どこから鳴ってるかというと、はい、なんとキウイさん出ました。電話が出てますね、はい、はい、でこのかかってきた方はこのまま青い応答って言います。これを押します。でそうするとお電話が話すことができちゃうんですね。はい、でこれお互いにもう話せていると思います。合ってると思います。ちょっと近くでね、携帯があるからですね、はい、そうですね。で今の音っていうのはちょっと近くで話してしまうとこういう風にお互いの音が反射し合ってしまうんで、遠く離れているところでお電話をしてください。ではですね、じゃあ切るとき、で切るときはまた普通の電話と同じですね、はい、この赤いマーク、これが切るのマークなんで、そこを押していただくと、はい、こうやってお互い電話が切れます。ではですね、で実は今私こちらこの画面からの無料通話っていうのをご紹介させてもらったんですが、実はもう一個かける方法があるんです。はい、あ、そうなんです、うん、じゃあ今度はもう一つ、今度はこちら水野さんの電話の方からもう一個のやり方っていうのをご紹介したいと思います。はい、お願いします。ではまた水野さんの方、はい、この友達というのに戻りまして、一番ここにキウイさんまた出てますね、はい、でキウイさんを押して、はい、でここで無料通話っていうふうにしてもいいんですけど、例えば、はい、と、はい、こんな風にスタンプとか文章とかを送っているっていう最中に、はい、やっぱりこう文章とかだと伝わりづらいから、うん、直接話した方がいいよなんてことありません？あります、あります。あ、ですよね、うん、でそんな時にまたこうやって戻って、はい、友達出して押してこれを押す、めんどくさくないですか？めんどくさいですね、ちょっと操作はね、そうですよね、めんどくさいですよね、はい、はい、でそんな時に実はこの文章のやり取りをしている時にやっぱり電話しようよっていう時にすぐかけられるんです、はいはい、実はですねこの画面の中に、はい、右上、はい、この電話のマークあるの分かります？ありますね。あ、そうなんです、はいはい、これ普段からこれなんで電話のマークが LINE って文章しか送れないのにあるんだろうと思ってた方いると思います、はい、実はここから電話がかけれちゃうんですね。ではですね、じゃあこの電話のマークまた押してみます、はい、ポンと押すと、はい、こんな風に2つ出てきました、はいはい、で今日はこっちの無料通話という方しか使わないんでこっちでかけてみます。ここ押すと、あ、はい、またお電話を呼び出した音が聞こえてると思います。こんな風にちゃんと、うん、はい、キウイさんの方に電話がかかってますね。でこれをですね、また電話こうやって出ていただくとお互いこうやってお電話を喋ることができます。でまた切るときはまたこの赤いマークですね、はい、ここを押すとお電話を切ることができますよって感じです。受け方とかはね、普通の電話と一緒ですね。そうですね、うん、はい、そうなんです。でなんで、LINE で電話すると聞いてちょっと難しいなと思った方も、はい、はい、普段ちゃんとお電話が使えているのであれば全く同じ使い方なんで、
そんなに難しくないとは思います。なるほど。でそこでですね、で一つ、あ、はい、じゃあこちらで画面の方は終わったので大丈夫です。で戻していただいて、でそこでですね、で皆さんに一つですねいいお話がありまして、実はこの LINE の通話というのが、はい、普通の電話よりも優れていることが一つだけあるんです。何でしょう。どんなことだと思います。え、 LINE が普通よりも優れていること、はい、分かりますか。よくですね、はいはい、あの大きな地震があったりとか、うん、大雨があった時に、はい、普通の電話ではなくて LINE で電話をすればいいんだよっていう風に誰かお友達とか、はい、例えば若い方とかに言われたことってないですか。そうなんですか。そうなんです、はい、そうなんです。で実はですね、はい、うん、この LINE の電話というのは、はいはい、普通の電話が使えない時でも、はい、Wi-Fi というものがあればお電話をすることができるんです。あ、なるほど、はい、でその Wi-Fi ということについてはちょっと難しいので、そこはお近くの店舗のスマホアドバイザーにぜひ聞いていただければ。 Wi-Fi があれば、はい、そうなんです、 LINE 電話ができますと、はい、なんでもし大きな地震とかがあって、はい、お電話がつながらないよなんて困ってる時も、うん、ご自宅に Wi-Fi があれば LINE を使って電話をすることができます。なるほど、はい、LINE の電話は覚えておいた方がいいですね。そうですね、緊急時などにも覚えておくと大変便利だと思います。なるほど、ではありがとうございます、はい、ありがとうございます。今日本当にたくさんお答えいただいたんですけど、なんせ1時間しかなかったのでそろそろお時間が近づいてきてしまったようです。そうなんですね、ちょっと残念ですね、はいはい、まだまだお伝えしたいこといっぱいあったんですが、はい、ではですね、最後に今日いろいろと教えてくれたアドバイザーの方からお知らせがあるそうなので、ぜひお願いできますか。そうですね、はい、かしこまりました。ではですね、最後まで、番組をご覧になっていただいたお客様に、私どもスマホアドバイザーの方からお知らせが3つございます。はい、でまず1つ目なんですが、はい、今日は LINE についてお話をさせてもらったんですけど、 LINE 以外もなんか多分聞きたいことってございますよね。ありますよね、 LINE 以外。そうですよね、まあまあ、はい、LINE 以外のこと聞きたいよって人たくさんいると思います。でそんな時、お近くのスマホアドバイザーに聞いていただくのもいいんですが、はい、実は それもですね LINE で解決することができちゃうんです。これも全部 LINE で、はい、はい、そうなんです。ではちょっとそちらをご紹介させていただきたいと思いますので、また操作画面を出していただいてよろしいですか。ではこちらですね、ではもう LINE のお話はちょっと終わったので、こちらシンプルスマホという機種の一番最初の画面になっていると思います。で実はこれからご紹介させていただくのはソフトバンクの LINE サポートというものがあるんですね。 LINE サポート、はい、でそちらを使うと今までのように LINE で文章を送るのと同じような感覚で質問を送れば、ソフトバンクの方からその質問に答えてくれる。 LINE で聞くだけ。あ、そうなんです、 LINE で聞くだけなんです。なるほど、はい、とっても簡単なんです。ではどういうふうに使えばいいのかというと、その設定方法もとっても簡単です、はい、ではですね、この中のインターネットというマークが皆さんありますか。はい、インターネット、はい、インターネットありますか、はい、じゃあこのインターネットというのをまた指でちょんとします。そうすると、はい、この Yahoo というのが出てくると思います。でこの Yahoo のですね、このキーワードを入力という白い箱の中をまた指でちょんと押しまして、ここでですね、今から僕が言う言葉を入れてください。ソフトバンク、そして次にですね1個スペースを空けて LINE というふうに入れてください。ですね、このソフトバンクと LINE の間に1個スペースを空けるのがちょっとコツです。はい、これが入れられたらここで検索とします。そうすると、はい、ここに LINE トークサポートという文字が出てきたと思います。でこの LINE トークサポートというのをまた指で押していただいて、はい、では先ほど僕が言った通りこんな風にちょっとした疑問を LINE で解決できますよという画面が出てきます。でこれをですねまた指で、実はこの画面の真ん中あたりを指で触って下から上にスーッとやるとこのように動くんですね。
でこんな風にこんなことができますよというようなご紹介がたくさんありまして、ここに、はい、この友達追加という緑のボタンマーク出てきたでしょうか。実はこの友達追加というマークから LINE トークサポートを登録することができるんですね。LINE に友達を追加っていうボタンですよね。あ、はい、そうなんです。でこれをじゃあまた押させてもらいます。でこれですね。ちょっと待ってくださいね。今機械の方がちょっと疲れちゃってるかもしれないので、でちょっと機械の方、はい、疲れを癒してあげました。今癒してあげました。そうですね、ちょっと今日1時間も付き合ってるんで、はい、使ってますね。ではここで友達追加と押しますと、あ、来ましたね、はい、これで出てきます、はいはい、機嫌直してくれましたね。はい、でここで緑の追加というボタンを押すと、はい、追加しました、はい、こんな感じで出てきます。お、追加されたんですね。そうなんです。でそうすると先ほどのこの LINE の友達というところに、さっきの水野さんと同じですね、ここにソフトバンクというのが出てきます。ちょっと多いんですけど、ソフトバンク、あ、ここですね。でこの公式アカウントっていうのを押すと、はい、ソフトバンクっていうのが、はい、出てきますね、うん、でこのソフトバンクというのを押していただいて、またトークとします。でここでですね、はい、この LINE で簡単確認っていうのをポンと押すと、はい、こんな風にですね、いろんなことが聞くことができるんですね。でこんな風にして使うと、この LINE からソフトバンクに対していろんな質問がすることができるので、ぜひ使ってみてください。おー、いろいろ聞けそうですね。はい、わからないことがあったら LINE で質問もできます、はい、ということです。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は3つご紹介があるんでしたかな。はい、では私から2つ目ですね、お知らせいたします、はい、お願いします、冒頭でもお伝えしました通り、ご視聴いただいた皆様に復習用の LINE テキストを、ご用意しております。はい、はい、で受け取り方法は先ほどからずっとやってきている LINE です。もう LINE って何でもできちゃいますね。何でもできますね、はい、こちらのテキストも LINE でちょっと、もらっていきましょう。はい、はい、で、やり方なんですけれども、こちらじゃあ実際やっていきますね。はい、で先ほど河合さんがこちらの画面まで進んでくれたと思います。皆さんこの画面にはなってますでしょうか。はい、この画面の左下、このキーボードのマークですね、こちらのキーボードのマークをちょっとタッチしていただきます。はい、でここで文字が打てるようになりました。こちらにスマホ教室と入力しましょう。スマホ教室、はい、皆さん打ててますでしょうか。スマホ教室と入力します。入力できましたら、右にございます紙飛行機のマーク、青いマークですね、こちらをちょっとタッチして送信します。はい、そうするとこのようにメッセージが届いたと思います。スマホ教室を視聴くださりありがとうございます。ご使用にテキストをご用意しました。下の方に青い、サイトにつながる、ちょっと英語がたくさん書いてあるのがあると思うんですけど、こちらの青い文字を上からタッチしていただきます。はい、そうするとこちらがテキストになります。LINE、 先ほどからずっとやってきた LINE ですね、 LINE の設定方法、取得方法からトークのやり方、メールですね、会話のやり方、あとは、河合さんが先ほどやってくださったスタンプの送信の方法も載っておりますので、こちら復習がてらに見てやってみてください。は
はい、ではもう一度やりましょうか。文字入力のところでスマホ教室と入力で送信、そうすると返信が来まして、下の青い文字、こちら上からちょんとタッチしていただくとテキストが手に入りますので、こちら復習用に使ってみてください。なるほど、はい、早速皆さんこの後スマホ教室と入れてみてください。はい、はい、では次のご案内ですね。はい、3つ目のご案内3つ目ですね。はい、じゃあ小谷の方から、はい、ありがとうございます。紹介させていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最後に私から、ソフトバンクでは無料で様々なお客様のサポートをさせていただいております。操作で、お困りのことなどがあればお気軽にお越しください。またこれからスマートフォンに、変更したいけど不安がある、どんな機種が自分に合っているかがわからないといったお客様も、ソフトバンクではスマホデビューのための公式カリキュラムに沿ったお教室もございますのでご安心ください。スマホアドバイザーは全店にいるわけではないので、詳しくはお近くのソフトバンクショップまでお問い合わせくださいませ。以上で、はい、はい、なるほど。スマホ教室は完全無料ということなので、ぜひ皆様お近く のアドバイザーがいらっしゃる店舗まで行って聞いてみてくださいね。はい、ではもう1時間経ってしまうんですけども、皆さん本日いかがでしたでしょうか。LINE 詳しくなりましたかね。今日ご質問いただいた皆様、ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。ぜひスマホを活用してもっともっと楽しんでみてください。ではまたお会いしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。